砂鉄磁石に引き寄せられる、県海岸に堆積した砂鉄と砂が積層している状態。砂浜の表面に堆積した砂鉄を拡大。黒い粒が砂鉄。砂鉄は、岩石中に含まれる、磁鉄鉱等が風化の過程で母岸から分離し、運搬過程で、桃多集積したもの。主に磁鉄工、死誕鉄鉱よりなる。黒色を停止、自自化色がかっている。 自鉄鉱を含むため、磁石に吸い付く。風化、堆積の過程の違いにより、残留交渉あるいは、氷砂交渉をなす。氷砂交渉は海岸あるいは川岸など平坦地に堆積したものである。中国地方に算するものは主に山砂鉄で、残留交渉である。古くは、製鉄の主原料であった。現在はその地位を、鉄鉱石に譲ったとはいえ、日本刀など、 たたら武器によって製鉄される玉鋼の製作においては現在でも欠かせない材料である。ただし、不純物のチタンのため航路による製鉄には不向きである。かつて製鉄所などで原料の国産化を図るため航路で製鉄する実験が行われたが、出ずく口に詰まりが多発し、近代製鉄原料には不向きなことが知られている。日本においては、西日本で古くから、 山砂鉄が採掘された一方、太平洋戦争前後には、東日本の氷砂交渉で、砂鉄鉱山の開発が見られた。北海道、青森県、千葉県などで、氷砂交渉が採掘されており、磁力先行で純度を高めた上で近隣の製鉄所に運ばれた。東日本の砂鉄は地炭を含有している場合も多く、地下資源が逼迫する中、 地ンの原料鉱石としても用いられていた。時代の数勢によって、現在はすべての砂鉄鉱山が閉山しているが、鳥取県では玉鋼及び日本刀製造技術の保存、伝承を目的として限定的に山砂鉄が採掘されている。日本では太平洋岸よりも日本海岸の方が良質の砂鉄が取れるとされる。出雲地方はたたら製鉄ゆかりの地であるが、 当地では、周辺地域に算する砂鉄を2種類に呼び分け、その性質に応じて適宜使い分けてきた。一般的には、山陰側の自鉄鋼系列加工岩に由来する、砂鉄は、純度が高く、マサゴ砂鉄と呼ばれる。一方、山陽側では、加工岩は、地ン鉄鋼系列であり、ほとんど砂鉄を含まないが、安山岩、玄武岩などの火山岩に由来する。 赤目砂鉄を産出する。純度は高くない代わりに加工のしやすさが特徴であるという。道後山山頂付近の大池はかつて砂鉄を採掘した後であると推定されている。ありがとうございます。